はい、皆さんこんにちは、村長です。 2,3 日ほど前にユージャムのフレーズパターンとかをトゥーントラックのイージーシリーズに持っていけるというお話をしました。ユージャムのミディをこのようにドラッグして、それをスタジオ1では一旦上のファイルタブのイージーキーズのユーザーミディ、ここにこれをオルトキーを押しながらこのように引っ張っていこうというようなお話をしたわけです。でもこんな手間なことはいりません。もう一度もっと便利にする方法をお伝えします。なぜならユージャムの方はファイルエクスプローラーにそのままドラッグ&ドロップできるからです。多分 Mac でも大丈夫です。僕は Mac の環境を持っていませんので、また Mac の方は試してみてください。ここからもう一度頭をリセットして覚えてください。 Easy Keys のプラグインをこのように表示します。そして Groove というタブにしておきます。ユーザーの MIDI はどこにあるかと言いましたら、ここにユーザー MIDI というのがあります。ここで右クリックをしまして、オープンエクスプローラーというのを開きます。すると、このようにファイルエクスプローラーが動きます。そうしましたら、ここでユージャムを開きます。この時に、今、ここをクリックしたらなくなりましたので、スタジオ1自体をウィンドウ表示、このようにしまして、ちょっと小さめにしておきましょう。そうすると、このように両方開けられます。ファイルエクスプローラーとユージャムを一緒に表示するようにしてください。そうしましたら、ここでちょっと聞いてみます。ラッチを押して C のキーを弾いてみます。これがいいなと思いましたら、ここからこのままダイレクトにここに入れます。はい、このように入りました。次はまた違うパターンを選択します。これはラッチを押したままでいろいろ変えてみればいいわけです。はい。じゃあこれがいいなとまた思ったとします。はい、ドラッグ、もちろんここにはバリエーションがありますし、モッドホイールの方にはこのように手数を変えたりすることもできます。ピッチベンドをうまく使えばベロシティも上げることができますが、ベロシティは一定のままでもいいと思います。フレーズによって音量差が出てきてしまって後で使いにくいというようなことも発生するからです。そしてユージャムの防具の場合ですけれども、低音気味に弾くとかこういうことですね、もしくは高音気味に弾くとかそういうこともできるわけです。例えばまた次、もっと高くします。手数増やします。これがいいなと思ったらこのままドラッグ&ドロップ、次はここのフレーズを変えます。はい、ドレミのあたりをやると低音が一気に減ります。これを増やしてもこのドレミのところのバリエーションを使うと
低音がなくなります。いくら低音を増やすようにしておいても音は高音部分だけが鳴ります。ちょっとやってみましょう。このようになります。この状態で持っていきます。そうしましてパターンが入れれたらですね、今度は Easy Keys 2のインターフェースを出します。ユーザー MIDI のところを右クリックして更新をしてみてください。今3つだけ入っています。でもここで追加をしましたので、これを選ぶともっとたくさんのバリエーションがここに登録されたわけです。これを鳴らしてみましょう。そうしましたら、これをこのようにドラッグをしてコード進行を切り替える。例えばこの部分を F に切り替える、ここを Am に切り替える、もっと複雑な音にする、これで聞いてみましょう。このように Easy Key のすべての機能を使えるようになりますので、他のソフトのフレーズを Easy Keys に持ってくるときはこのような方法でダイレクトにフォルダーに出せるソフトもありますので、うまく使ってください。もちろん前回も話しましたように Easy Drama 3も同じようなことです。ちょっとやってみましょう。一旦このホルダーは Easy Drama のホルダーに切り替えます。前回もやりましたね。 Tune Track の中に Easy Drama というのが2つありますけれども、僕の場合は Easy Drama、 この中に同じくユーザーミディがありますので、これを開いておきましょう。そしてユージャムのドラムソフト、これなんかを開けてみます。ここでどんなパターンがいいか鳴らしてみます。もちろんエンディングも鳴らせます。例えばこのエンディングをこちらに持っていきましょう。このように持ってくることができます。そして普通のフレーズですね、これはこれがいいなと思ったら、はい、イントロパターン、はい、これも持ってこれますし、あとはスペシャル、はい、これも持ってこれます。もちろんここのスタイルを切り替えるすると、はい、もっと派手なの探してみましょう。はい、ちょっとこんな変わったの、このように出せるわけです。じゃあ今度は Easy Drama 3を立ち上げます。そうしまして、今はユーザー MIDI に一つしかありませんが、ここで Sync File Changes、いわゆる更新というのを選びますと、はい、たくさんの
登録されたものがこのように出てきたわけです。ちょっと聞いてみましょう。こんな風になったわけです。ダイレクトに使えるのはユージャムだけではありません。例えば AD2 のドラムキット、これなんかにありますグルーブも簡単に持ってくることができると思います。ちょっとこれを入れてみましょう。ちょっとこれを聞いてみますね。はい、こういうグルーヴがあったとします。これを引っ張ってくる。はい、このように追加できました。 AD2 ビートというふうになっていますね。もっと違うものもやってみましょう。はい、これも入れましょう。はい、このように入れた時にAD2 ではこんなダイアログが出てくるようになります。なぜかというと AD2 ビート MIDI ということで同じファイル名だからです。じゃあこれはどうすればいいのでしょうか。こういうソフトの場合はここで先にファイル名を変えておきましょう。01とかいうふうにつけておきます。そしてもう一度ドラッグ。はい、このようにしましてこれも02。こうしてリネームをしないといけないソフトもあるということです。ではこれでグルーヴを Easy Drummer 3で確認してみましょう。はい、ここでシンクファイルチェンジーズ。はい、このように増えましたね。ファイル名が AD2 のついているこちらですね。これを聞いてみましょう。はい、もう一つはビートのものすごく速いのでしたね。こんなように他のソフトのグルーヴを Easy Drummer 3で確認してみる方法、これをやってみました。今のようなすごくキックの多いグルーヴもこのように下に持ってきてエディットプレイスタイル、これで今のキックの量を減らしたりすることもできます。ちょっと聞いてみましょう。このバスドラですね。これをアマウントを下げましょう。鳴らしながらやっていきましょう。はい、このように減らしたビートも作れるわけです。はい、パワーハンドをハイハットに変えてみましょう。こんな風に全く違ったグルーヴにも変更できるようになります。いかがでしたでしょうか。先日解説した MIDI のやり取りでですね、僕の方が少し勉強不足のところもありまして、ダイレクトにフォルダーに出せばもっともっと便利、もっともっと早く時短ができる、これを今日は解説しました。ご視聴ありがとうございました。村長でした。